ひらがなの方が難しい。じゃあ、ひらがなでいきましょう。はい。カブ。いきますか。いきます。とちおとめ。とちおとめでいきますよ。とちおとめ。僕ね、結構字、僕、習字をずっと習ってたんですよ。はい、そうなんですか？そう。はいはいはい。習字と硬筆。硬筆、ペン字ね。ペン字ね。4年間ぐらい習ってたんで。へぇ、いつの頃、はい、小学校の時。だから、割と字は得意です。振りにしか聞こえなくなってきて。小学校の頃、ペン、へぇ、習字習ってたんですね。げんこつする先生で。ああ、いるいるいる。昔、うんうん、その頃はまだそういうの政府の時代だったんですね。毎日げんこつされて。ただなぁ、俺なんかそれ。だって、文字を習いに行ってげんこつされるの嫌だな。もう一回やり直していいですか？え？テイク2まで OK。まあ、ルールルールルール公式ルール公式ルールよ。公式ルール？はい。誰か、何の？2回まで OK、2回まで。だから2回 OK。はい、ドズボン、自由枚選手権2回まで OK。自由枚選手権？なんで隠す？隠す？いや、隠すんじゃないですよ。こう字が安定しないんですよ、ここに。あ、なるほどね。はい、できました。はい。まあまあ僕らしい字になりました。はい。とちおとめひらがなでいいんですね。とちおとめ、はい、ひらがなで。ここで書け。いいですか？いいっすよ。じゃあ僕から先行、先行どっちがいきます？書き直しちゃうかと。まあいいや、まあ、いいですか？もう一発で。先行どっちがいきます？僕でいいっすよ。あ、じゃあ先行、ボンジュール、お願いします。とちおとめ。こちら。あー、ちょっと、なんすか。とちに品がないな。品？まあ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 、ね、いいですね。こんなもんです。なるほどな。はい、まあまあまあ。普通じゃないですか。じゃあ行きます。はい。私のとちおとめ。こちらでございます。やっぱね、こう、習字を習ってただけありまして。え？二個目のとよ。え？二個目のと。ええ、習字を習ってただけ。とめ。すごいこう、とめが気持ちが入ってる。やっぱテイク2、テイク2しただけありまして。忘れてんの、すずめ。の子100まで踊り忘れてんな。ちなみに昔から下手です。あ、そうなんですか。はい。終始習ってた時も下手でした。習ってたのは本当なんですか。はい。習ってたのは本当ですけど、はい、毎日げんこつされて下手っぴでした。あ、そっか、げんこつされた。字はね、うまくなんないよ、そんな。はい。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。よければチャンネル登録お願いします。